8月13日平成23年度のニュービジネス支援事業採択者への表彰式が開催されました。足立区創業プランコンテストにおいて、ニュービジネス支援事業とは斬新なアイデアで事業を始める企業や新技術、新商品の開発に挑戦する事業者を応援する助成金制度。ありがとうございました。ぜひ頑張ってください。創業5年未満の創業プランコンテストと5年以上のビジネスチャレンジコースで構成されています。はい、ありがとうございます。頑張ります。今年は2コース合わせて23件の応募の中から特に優れたアイデアを持った8事業者が採択されました。皆様方の夢を形にしていただいて、そして皆様方の後に続くと頑張ろうというような方々の発掘にもぜひご協力をいただきたいと思います。またさまざまな課題も終わりかと思いますけれども、ぜひ今の気持ちを忘れずに成功に向けて惜しく一歩踏み出していただきたいと思います。創業プランコンテストに採択された事業者はご覧の4社。続いてビジネスチャレンジコース、こちらも4事業者が採択されました。我々が前からやっておりましたナノインプリント技術を応用してですね、新しいサービスを提供できるなっていうのに気づいたのと、そのタイミングがちょうど一致したっていうところです。まあ、これを機会にですね、初心に戻って頑張っていきたいと思います。未来の研究者や技術者を発掘するという大きな壮大な目標です。そのために子どもたちにものづくりの楽しさだとか、ものの仕組みの面白さを知ってもらう、そういう機会を与えようということで考えています。これからの日本、ものづくり不安視されてますけど、まだまだ我々が頑張れば大丈夫だと思います。7月16日にスタートした足立自然の遊び場イベント手帳。区内の自然の遊び場4施設で対象イベントに参加すると、イベント手帳にスタンプを押してもらえます。4施設分貯まると先着100名様に自然観察グッズがもらえます。初日16日の対象イベントは荒川ビジターセンターで定期的に行われる自分たちで作る川の幼稚園。今回のテーマは夏を楽しもう。貝殻。玉切さんです。あ、チョンできそう。お、あ、すごいすごい、チョンできた。すぐやった。荒川河川敷にやってきた子どもたちは、水辺や草原で遊びながらさまざまな生物を見つけていきます。こっちに巨大ボスがいる。手で掴んで入れた。こちら都市農業公園内にある自然環境館で毎週土曜日に行われる都市農業公園の見どころガイド。今回のテーマはブラックベリーの味見に出かけよう。参加した子どもたちはブラックベリーという未知の果物に興味津々。いちごみたいな味。ちょっと失敗、甘いけど。生のブラックベリーは子どもたちには少々酸っぱすぎたようで、ジャムにして味わうことに。楽しいイベント盛りだくさん。このイベント手帳は来年3月31日が有効期限です。詳しい内容についてはご覧の4施設に直接お問い合わせください。対象イベントは4施設のホームページや足立広報でご確認できます。星マークが目印です。足立区に住んでるドラゴン、ミリー、ドリー、リリーは地球温暖化防止のために頑張る3兄弟。今日も環境のために足立区内をひた走る。頑張れミリー、ドリー、リリー。負けるなミリー、ドリー、リリー。前回までの頑張れミリー、ドリー、リリー。広報誌で活躍する有望ミリーの心に芽生えたのは嫉妬か憧れか。その姿を見てドリーとリリーは何を思う。次回願い、地球温暖化は俺たちが防ぐ。いやー、これはちょっと懐かしすぎるな。一番最後にここに来たのが
6歳ですから年長ですからね。そっから僕25年ですよ。ちょっとこれ低っ、膝より低いっすもん僕の。あ、そう、あ低いな。年長さんの時に生ハゲみたいなギャグが入ってたんですよ。な、生ハゲなんか、うん、イベントサプライズでめっちゃ怖くてもう大号泣したの覚えてますね。せーの、見てやだ。このコーナーでは足立区のあらゆるナンバーワンを調査し、そのピカピカポイントを探索していくぞ。そして調査員は今日はまだ何も聞いていないのですが、何をしたらいいんでしょうか。アリア調査員、まず一つ目の指令はこれだ。ほう、足立区と高級腕時計の関係を探れ。というわけで、指令を受けて私が向かった先は江北にある沼田工機。こちらで高級時計の一部を作っていると聞いたんですが、うん、こういう時計の、高級時計のこのサファイアガラスをね、ああ、ここにはまっている、うん、そうです、この部分ですね。そうです。この時計のカバーに使われるサファイアガラス、実はとっても硬いんです。一番硬いダイヤモンド、でその次に硬いのはサファイア。ということは、うん、磨く作業に技術がいるんじゃないですか。うん、技術が結構ね、あの昨日、うん、今日ではなかなか。ということで、その作業現場へ潜入することに。これがほら、あの真っ白でしょ。真っ白ですね。真っ白ね。で今この平らの周りの部分をこの機械で磨く。これで約15分ぐらい。これ周りの部分がだいぶ透明になりました。ね、まだこことここは見分けてないから、はい、真ん中部分が、うん、今度はこちらの機械で同じように真ん中部分を磨くと、うん、緻密な作業を経て磨き上げられていくサファイアガラス、こうやって綺麗になっていくんですね。まあ、これが磨き上がったサファイア完成品ですか。完成品ですね。すごーい、この輝き。これはじゃあ傷つかないからヤスリを貸してある。え、いいんですか。はい、置いて。あ、え、悲しいぐらい響かない。あ、全然傷ついてないですね。今国内であらゆるサファイアガラスの研磨に対応できるのはなんと沼田工機さんを含め2社しかないそうです。すごく特殊な技術なんですね。さらにこの研磨技術でこんなものまで磨いたことがあるそうなんです。このチタンは表面に出すのが非常に難しいということ でたまたまあのお客さんとの話の中で、沼田さんそのチタン磨いてみねえか、じゃあやってみるかなということで、でスガレと2人でね、でああしろこうしろで、まあ、やっとここまでね、なんとか、チタンの表面ができた。無理難題な受注にどうして対応できるんですか。うん、結局この負けちゃいけないっていうのかな、負けられないっていうのがあるんだろうね。だからやりますっていう、なんとかやってみましょうっていう。足立区と高級腕時計の関係、それはお客様の一つ一つのニーズに応えることで実現していたのです。続いての指令はこれだ。世界初の二輪駆動自転車を調査せよ。というわけで、私が向かったのは何やら怪しいコンテナが積み上げられたこちらの日本ロボティクス株式会社。世界初の二輪駆動自転車があると聞いてますが、あるんですか。あります。
どこに？こちらです。おお普通このチェーンは1個しかついてないはずなのに、そうなんです、1つ2つ2個もついてます。まあ欲張りなんで、あの後ろだけじゃなくて前も回しちゃおうと。どんだけすごいか乗ってみないことに。そうですね、もう乗っていただければ分かると思います。行ってきます。なんかね、しっかりチェーンでつながってる感じがするので、漕いだ後のロスがない感じですね。すごい安定感。へー、そうか。この技術はロボティクスさんだけの技術なんですか？そうですね、あの世界中ではいろいろ作られてるんですけど、コード的に難しいんでできないだろうって言われてたんですね。例えばですね、あの普通に前のタイヤを回した時にはハンドルを取られちゃうんですね、はい、そのハンドルを取られないようにしたのがこちらですね。ハンドルはもう安全には一番重要な部品ですよね、まあ、そういうものがこう従来の目的を失うっていうのは、これはもう乗り物じゃなくなっちゃうんですね。類稀な発想力と技術力は折り紙付きの小関さん、今一番力を入れているのがこちら。世界初タイヤバランサーですね。タイヤバランサー、どういう機械なんですか？タイヤって重さがアンバランスですから、タイヤを回して振動を見てそのバランスを修正していくんですね、はい、大体競輪選手がレースで出すスピードってのは60キロから70キロぐらいなんですね。ところが大体55、6キロから振動が始まるんですね、競輪選手のものは。それを抑えてくれるっていうことですね。他にも自転車の部品を利用したこちらは、足腰に負担をかけることなく自由に家の中を移動できる一休さん、東京電機大学と共同開発したアイデア商品なんです。社長にとって開発とは何ですか？面白いんですよ。楽しみ？楽しみですね。もう子供の時の夢が今やってることがそうですから。開発が楽しい、一つ一つを楽しむ気持ちが世界初の二輪駆動自転車を生み出したんですね。以上、本日の調査終了。足立区では区内の優れた製品や技術を足立ブランドと認定し、その製品や技術を全国に PR することで足立区の発展を目指す事業を平成19年度から展開しています。現在27の企業を認定。今回ご紹介した2つの企業も足立ブランドの認定企業です。あ、すいません、ちょっと物思い出にふけてました。いやー、懐かしいですね、中央公園。まあでも懐かしいっていうのにはちょっと語弊がありまして、もうね、僕がちっちゃい時にあった中央公園は見る影もないんですよね。区役所がね、大きくなってダーンとできたんですよ。これが僕がいつ頃かな、中学校ぐらいですかね。でここに本当ここら辺ですよ、 SL があったんです。本物の多分 SL をどっかから持ってきて、足立区が持ってきたか分かんないですけど、よくねその SL でね遊んでましたよ。で真ん中に池があるんですけど、そこでね結構な事件が起きまして、保育園の頃ですね、同級生と遊んでて、で池の中に入るってなって裸足で入ったんですけど、したらね、牛乳瓶のね割れたやつをね踏んでしまって、今でも傷が残って、あ、切ったね足すいませんね、お見苦しくて。これこっからね、ここまで、ここね、後でインサート撮りましょうねここね、ここ14針縫ったんですよ。出たら血がザーってなって、したらね、軍事っていうね男女のね双子がいるんですよ。こう兄ちゃんがまたずっと鼻水垂らして、妹よりも背低くていつも親指しゃぶってるってやつなんですけど、たけしって、たけしが全然ダメな分お姉ちゃんがすごく賢くてね、お姉ちゃんがもう
誰かみたいな感じで言ったりとか、119やってくれたりとか、そしたらたまたまね、たまたま本当嘘みたいにレスキュー隊の人が通ったんですよ、奥かなんかの。で応急処置してもらって、その難をしのいだっていう思い出の地なんですけど、見てやだ。さあということで、残念ながらもうお時間ということで、もう足立区のねこちらのロケは終了となってしまうんですけども、なかなか改めていいですね、この故郷に戻ってきて原点に振り返る、ね、なんかここがあったから今があるんだなっていうのをね痛感してます。ちっちゃい時はね本当に僕はコンプレックスの塊だったんで、その頃からの負けん気精神みたいなのがねここで培われたんじゃないかなと思ってます。本当に足立区が改めて大好きになりました。以降OB があるんですけども、今日始まってから最後まで一つも面白いこと言ってない、ここちょっと情熱大陸みたいなテーマが踊りながら、そこはお詫びしたいな。今度ねまた呼んでもらえる時にはちゃんとお笑いを届けられるようにしたいと思いますので、また足立区に来た時はよろしくお願いします。